ジェームズ・チャーチワードジェームズ・チャーチワードはアメリカ合衆国在住のイギリス人でムー大陸についての著作を書いた作家である。父ウィリアム・チャーチワードが1890年にブルックリン・タイムズ土曜版に沈んだ大陸についての投稿をしたとされ、ジェームズ・チャーチワードは父の意志を継いだという。1868年にチャーチワードはインドで イギリス陸軍に所属していた際、寺院の層に、ナーカルと呼ばれる、絵文字のある粘土板を見せられたという。1880年に、イギリス陸軍大佐で退役し、この絵文字を解読したところ、ムー大陸の聖なる霊感の書であったという。友人のウィリアム・ニーヴンが、メキシコで発見した石板を見せられた際に、ナーカルと同じ絵文字があったことが、ムー大陸の著作をするきっかけとなったという。 絵文字は、マヤのトロワの絵写本、チベットのラサ記録に記載されていたという。ちなみに、ムー大陸の語源となったムーとは、チャーチワードが解読したとするなあかる文字に、ムーという解読不能な言葉が繰り返されることから、命名されたもので、ムー大陸という大陸があったという意味ではない。おそらく英語の、ザのようなものと解釈される。また、ムー大陸の証拠とされる。 イースター島のモアイ像などがあるとされている。ムー大陸が存在したと主張し、仮説というよりまるで見てきたように詳細に述べた、チャーチワードの著作は、後に続く多くの類書の母系になった。その後、マヤのトラワの絵写本は解読され、別内容と判明し、チベットのラサ記録は、偽造文書であったことが発覚した。チャーチワード自身にも、イギリス陸軍にて在籍の記録がなく、 経歴が事実ならば、16歳の時点で、すでに陸軍に在籍し、28歳で陸軍大佐で退役したことになるため、退役をはじめとする軍歴はすべて詐称とみなされている。これらの事実の他にも、数多くの矛盾点が見出され、チャーチワードの主張は虚偽として否定された。後になって、地球物理学の観点から、 太平洋に沈んだ大陸は存在しないと結論付けられた。このことは海底調査などでも立証されており、ムー大陸の存在は学問的に完全に否定されることとなった。現在では、ムー大陸で中心となっていた人種は白人種で、他の人種は白人種に霊属していたとするチャーチワードの説は白人優越主義者であり、この一連の主張も その主義の裏付けとするべく創作されたものとする声が強い。歴史学者の長谷川良一は、チャーチワードラ・アトランティス大陸や、レムリア大陸の実在を唱える説は、白人優位主義、自民族至上主義を正当化し、ひいては、かつては、全世界が自分たちのものであったということを立証して、植民地支配を正当化するために編み出された銀主であると述べている。 ムー大陸に対しての矛盾が指摘されるようになっても、チャーチワードは、ムー大陸の存在を主張し続けた。さらに、チャーチワードは1931年4月20日、アメリカ心霊現象研究協会で、講演会を行うなど心霊団体にも関わるようになり、講演録は、ハンス・ステファン・サンテススン、ムー大陸の理解に収録されている。 1936年1月4日、84歳の時ロサンゼルスで公演中に倒れ死亡。墓はニューヨーク郊外にあり、ムー帝国の紋章が刻まれている。チャーチワードらの沈没大陸説は日本の義式書、竹内文書に影響を与えたと言われる。竹内文書は日本のオカルトに大きな影響を与えた。またチャーチワードは、 岡田光玉が開いた新宗教、新光系諸教団にも影響がある。日本ではチャーチワードの失われたムー大陸は怪しげなオカルト本を大量に観光し、日本の超古代ブームやオカルトブームに火をつけた大陸諸房の代表作であり、ベストセラーになった。ありがとうございます。